昨週から放送された NHK 連続テレビ小説スカーレットでヒロインの相手八郎役を演じてブレイクした俳優の松下洸平さんさんが2日放送の日本テレビ ZIP 月金曜前 5.50 に VTR 出演。 NHK 朝ドラスカーレットの撮影時を振り返る一面があった。2009年に舞台で俳優デビュー。演劇界では早くから評価され数々の賞を受賞したが、その一方で朝ドラ出演の夢は捨ててきれず、最後のチャンスという思いでオーディションに挑戦し、見事に出演を勝ち取った。その朝ドラで息子のたけし役を演じた俳優の伊藤健太郎ににから松下へのコメントも VTR で紹介。手を振りながら、お父ちゃんたけしやでと登場した伊藤は、撮影時セリフで悩んでいる時期に松下から学んだことがあるという。相談させてもらったら、ご飯って噛めば噛むほど味がする、セリフも噛めば噛むほど味がするんだけど、多分今噛む時間期間がすごく少なくなってるから悩むポイントにつながってるんじゃないのかな、みたいな言葉をかけてもらったと伊藤。なるほどなと思って、すごくその言葉に救われましたと打ち明けた。伊藤からのコメントを見て、タケピョーンありがとうと嬉しそうな様子で笑顔を見せた松下。さらに言葉の持ってる本当の意味ってすごく奥の方にあって、何十回って噛まないと本当の旨味みたいなものが出てこないと僕は思っていて、と舞台で培った俳優の持論を語った。セリフを言うでもいいし想像するでもいいんですけど、どういう意味なんだろうと考えてみたら答えは出るかもしれないって話はしましたね、と松下。朝ドラで見せた八郎と物騒ながらの伊藤とのエピソードを振り返っていた。